こんにちは、長保寺の清徹です。仏教の歴史についてそのあらすじをお話ししています。仏教はだいたい今から2500年前、今の国境でいうとネパールのルンビニーでお釈迦様がお生まれになって、80年の生涯の間にいろいろおとき法をおときになってですね、でお亡くなりになってから、2400年ちょっと続いてきたということなんです。でその2400年はお釈迦様のない時代ということですね。で仏教お釈迦様がいらっしゃった時たくさんの弟子がいたわけですが、お亡くなりになった時にインドのラージギル、今、領受線のあるところなんですけどね、領受線のあるところに七王窟という洞窟があってですね、そこに、大きな洞窟で、今でも奥行き 6キロくらいあるっていうんですよ。でそういうところにねたくさん人が集まって、お釈迦様が説いた法、実際聞いた人たちがね、お釈迦様からいろいろ話を聞いた人たちが確認したわけです。みんなで集まって、それが、第一結集というふうに言われているわけです。でそこから100年くらい経っても実際お釈迦様から話を聞いたという人がみんなお亡くなりになっていなくなっちゃうわけですよ。それで、今度は、いろんな考え方の人が出てきたんで、それをなんとかまとめようということでですね、バイシャリーというとこです。バイシャリーというところで仏滅ですから、お釈迦様から直接話を聞いたわけではない人たちが集まって、仏教とはこういうもんだということを確認したわけです。それ第二結集っていうんです。でそこでお釈迦様の考え方を絶対的だという人たちと、実情に合わせてね、拡大解釈した方がいいんじゃないかという人たちが、分かれたと言われてます。でお釈迦様の、言ったことをもう一言一句たがわず、守ろうというのが、目標であるという人たちが、今のミャンマー、タイ、スリランカといった南伝仏教といわれる、ところ、テクテク歩いてね仏教を伝えたということになると思います。で拡大解釈するといった人たちが、領受線で説かれた法華経とかね、般若心経とか、あるいは涅槃経なんですよね。一切衆生に仏性があるといった涅槃経とかね、そういう重要なお経を実は伝えてるわけです。で中国に玄奘三蔵がお経の本を持って帰って、それが北伝だから、北伝仏教の方はだいぶ後になると思いますね。お釈迦様が亡くなってからもう1000年くらい経ってるんじゃないですかね。その時に、玄奘三蔵が、本を持って帰った、いろんな形で仏教は伝えられてたと思いますけどね。でそこからまだまだ拡大解釈が続くんですよ。で、日本にも伝えられてると。で流れから言うとですね、枝分かれして日本にその、一番、末の枝のところがね、伝えられて、それがまた、奈良とか高野山とか比叡山とか古いところではそういうところに伝わってきたわけですけど、そこからまた、比叡山なんかはね、浄土宗、浄土真宗、禅宗、日蓮宗といったふうにまた枝分かれしていくわけです。で、それがですから、世界レベルで見ると全く様変わりしてしまって、同じ宗教と言えるのかこれがというくらいね、
いうくらい違うんですよ。ただ、まあ、同じ似たようなところを探すっていうことになるとね、やっぱり自分の心を見つめて、自分の心と向き合って問題を解決すると、まあ、これが基本だと思います。で、これが結局世界中で、じゃあそのためにはどうするのかというので、いろいろ工夫がされて、その土地に合った方法を、その宗教的天才たちがですね、大天才たちが今に残しているということでいいんじゃないかと思います。で、我々今実際ね、日本に残ってる宗教というのは、ですから拡大解釈して、まあ、言うたらば本家本元とはですね、だいぶ違うものが来てるということなんですよ。ただその仏教という言葉がね、まあ、タイでもミャンマーでも仏教は仏教なんですけど、仏という言葉は、まあ、これサンスクリット語なんですけどね、まあ、古代インドの言葉で、仏というのは 目が覚めるっていう言葉なんですよ。ブッダとかね、まあ、要するに目覚めるのを仏っていうんですけど、古代インド語でね、仏って言って、まあ、目が覚める、要するに自分の心が賢くなる、そのことによって問題は解決するんだと、こういう考え方ですよね。それが、まあ、いろいろ枝分かれして今に伝わってるということなんです。で、まあ、あらすじについてね、まだこれから、まだまだね、始まったところなんで、まだまだここから続くんですけども、南伝仏教ね、南に伝わった仏教っていうのは、要するに原理主義ですから、おそらくお釈迦様の考え方とそんなにずれてないんです。今でもね、今でも多分こんなんだろうということです。で、北伝仏教ね、中国から日本に伝わった方は、要するに拡大解釈する、まあ、わけですから、かなり違うんですよ。かなり違う。ただね、ただ例えて言えば、科学の歴史でね、アルキメデスとかピタゴラスが、まあ、科学の大元のあたりにいる人たちで、その人たちのを抜いては今の科学というのは考えられないと。例えばそうだということにで考えていくとするとね、じゃあピタゴラスやアルキメデスのことだけ勉強していれば科学というのは分かるのかと、全く違うわけですよね。まあ、21世紀の今になってまだまだ科学というのは進んでる。つまり自分の心と向き合うということから始まった仏教なんですけども、まだまだですから21世紀になってもその、内容がね、まだまだ変化しても不思議じゃない。科学のね、科学と比べてみても。で、あるいは例えば、これも例えですけども、音楽と比べてみてもね、クラシックで完成形だと、それで音楽は終わりですと、そんなこと考えてる人どこにもいないわけですよ。まだまだ音楽は世界中でさまざまな形で、進歩してる。もちろんですからクラシック音楽が、作ってきた音楽理論というのが大事なんですけども、それだけでじゃあ今の音楽が成り立ってるかと言ったら、それはもう全然違うわけですよね。まあ、それと同じような意味でね、変化してきたからおかしなもんだということにはならないんですよ。それは仏教もまあですからそういうことなんです。